皆さんこんにちは、本日はアイアンスイングで気をつけることについてレッスンをしていきます。アイアンのスイングでというよりも全てのクラブ、これ有効的なんですけども、バックスイングの時にこのテイクバックというのは非常に重要になってきます。例えばこのポジションで手元がこのように持ち上がってしまったり、このテイクバックからバックスイングするときに手元が持ち上がってしまうスイングというのは NG になります。クラブというのは常にこの水平ラインよりも手よりも高い位置にあるという意識でスイングをしていくと、このクラブヘッドというのは軽く感じられます。このようにするとクラブはとても軽く感じられるのですが、手を伸ばして手の高さと同じ位置にこの手首が伸びて持っているとクラブが非常に重く感じてしまいます。なので力を抜いてくださいと言われる、力が入っているよと言われたとしても、このようにバックスイングをしてしまっている人はどうしてもクラブを持つ力というのが必要になってきます。なのでここで力みが発生してしまって、トップでよいしょと振ってまたこれを戻して、ここで落ちないようにギュッと握るため、グリップの力というのはかなり力が必要になってきます。ただこのクラブはこのように立ってくる動きが作られれば、このクラブっていうのは非常に軽く感じられるので、グリップの力加減っていうのは柔らかく持つことができます。このように柔らかいスイングを作るために必要なのはこのバックスイングからも始まっています。ここで今回皆さんに意識してほしいのは、テイクバックを上げてここのラインぐらいから意識していくのが、左手の小指を自分の体から一番遠くに持っていくという意識を持ってください。左の小指を体から一番遠くに離していく意識を持っていきます。このようにすることでクラブがこのように動いてくるため、クラブヘッドというのは軽く感じられます。クラブヘッドが軽く感じることで、グリップの力加減、スイングの柔らかさというのが生まれます。もう一度いきます。このラインから小指を遠くに持っていく。スイングの中で小指の動きというのはこういう形で回っていくような意識を持っていくと、クラブヘッドが立ってくるので柔らかくスイングが作られます。このままあとはダウンスイング回転して振っていきます。今回のポイントは、小指を体の一番遠くへ離していくイメージでバックスイングを作るということです。これを作ることで柔らかいスイング、クラブを重く感じない、ヘッドスピードが上がるスイングが作られます。ぜひ一度皆さん小指を遠くにするイメージ持って練習してみてください。以上で終わります。